なんとか試合ができてよかったなというふうに思ってます。今回は終わって、すごく寂しいなと思ってたんですが、今回は前に来てもらいました。やはりスポーツは人々に感動を与えています。そして何より子供たちに目を与えています。今日の試合、ゲームになることを期待したいと思います。こちらどうもありがとうございます。続いて本日の笠間市の議員会社に対して笠間市ご一長小野田ご一長に挙げていただきます。よろしくお願いいたします。本日お集まりの皆さん、今日は台風でしたけれども、こうやって会場、皆さんが集まることができてとっても良かったと思います。FC ニートから、ホーリーホップ誕生まで30年という歴史があります。笠間市の、ホームタウンになって22年目を迎えました。笠間市に7万人がホーリーホップを応援しています。来月も足立から2月ですが、笠間市ずっと立ち上げ、見るな